トゥインキートゥインキーはホステス社によって開発され、カンザスシティを本拠とするインターステートベーカリーズの子会社のコンチネンタルベーキング社によって製造されているクリーム状のフィリングの入った金色のスポンジケーキである。トゥインキーの寸法は長さ 10cm 幅 2.5cm で通常は2個入りパッケージまたは10個入りの箱で売られている。ラテンアメリカでは サブマリーノという商品名で売られている。アメリカ合衆国では、トゥインキーは、究極のジャンクフードと広く見なされる。トゥインキー1個あたり、約145キロカロリーを含んでいる。毎年5億個のトゥインキーが製造されている。トゥインキーは、1930年4月6日に、菓子工場の責任者、ジェームズ・デューによって、それまでイチゴの季節中にのみ使用されていた。 ショートケーキ用の型を有効利用するために発明された。名称は彼がセントルイスでトゥインクルトゥシューズの広告を見て思いついた。もともとはバナナクリームのフィリングを充填していたが、第二次世界大戦の勃発によってバナナ不足が起こったのでバニラクリームに変えられた。1988年イチゴがクリームに混ぜられたフルーツクリームトゥインキーが発表されたが、 すぐに中止になった。2005年、バナナよりもバニラの分量が多いトゥインキーが発表され、映画、キングコングで1ヶ月にわたるプロモーションが行われた。2007年6月に、ホステス社はバナナクリームのトゥインキーの復刻を宣言した。過去に、バナナ味が期間限定で生産された際、バナナ味が発売されていた期間は、売り上げが20%増加したことから、 今度は常時生産されることになった。2012年5月4日、親会社であるホステス社が連邦倒産法第11章により破産保護申請を行った。2011年12月25日までの年間売り上げは3600万箱で1年前より約2%加工していた。ホステス社は顧客の健康志向が原因と考えた。 2012年11月16日午前7時、ホステス社は公式に、まもなく、創業を停止する予定で、破産裁判所に創業を停止する許可の申し立てを申請し、ブランドや施設を含む資産を売却する。すべての工場は一時停止している。引き続き配送は行い、ホステスブランドの小売店は、在庫を売るため数日間営業を行うと発表した。 2012年11月19日、ホステス社と労働組合は和解に合意し、閉鎖を2日後に設定した。2012年11月21日、破産裁判所の裁判官、ロバート・ドレインは、ホステス社の創業停止申請を認め、アメリカ国内でのトゥインキー製造は終わりを迎えた。2013年3月12日、5月からトゥインキーの販売を再開することが発表された。 トゥインキーを含む著名なホステスブランドは、構成手続きを終えアポログローバル、マネジメントと、メトロプーロス &COO に4億1000万ドルで、買収された。メキシコの貧乏の子会社マリナラにより、トゥインキーが製造され、メキシコの店舗で販売された。2013年7月15日からアメリカでも、販売が再開されることとなった。コンチネンタル食品は長年にわたり、 製法を明らかにしてこなかったが、2006年のテレビ、番組、ハウイッツメイドの中で焼いて作るのだと認めた。ワシントンポストは2005年4月13日に次のような報道をした。ケーキを10分間焼き、次に焼けて茶色になった上面の3つの穴から、クリームフィリングが注入される。放送の前にケーキをひっくり返し、丸い黄色の底が上になる。この情報源は、 ホステス社だったとされる。原材料は、栄養強化小麦粉、砂糖、コーンシロップ、硬化糖、コーンシロップ、植物性、または、動物性ショートニング、デキストロース、鶏卵、コーンスターチ、カルボキシメチルセルロース、乳製、膨張剤、塩、トウモロコシ粉、モノアシルグリセロールとジアシルグリセロール、ダイズレシチン、ポリソルベート60、デキストリン、カゼイン酸、 カルシウム、乳酸ステアリン酸ナトリウム、小麦グルテン、硫酸カルシウム、天然及び合成着光量、カラメル色素、ソルビン酸、合成着色料である。トゥインキーは何年も痛まないという都市伝説があるが、いくつかの都市伝説を扱うウェブサイトで誤りで、あるとの結論が出ている。ジョージ・スティーブンス・アカデミーの一つの小さな教室実験では、それはやや脆くなったが、 トゥインキーは30年間腐ることがなかった。さらに別の都市伝説によると、トゥインキーの中のクリームは8年経つと発酵して、アルコールになるのだという。この話は、テレビアニメ、ザ・シンプソンズにも登場する。また、テレビ番組、ファミリー外では、全面核戦争の後で生き残った、唯一のものがトゥインキーの工場だった。ホステス社のウェブサイトによれば、ニューヨークブルックリンクで、レストラン、 チップショップを経営するクリストファーセルが揚げトゥインキーを発明。ニューヨークタイムズはそれを次のように記述した。ケーキが熱い油に触れた瞬間、魔法が起こる。クリーミーな白い植物性ショートニングのフィリングが液体になり、その風味のいいバニラがスポンジケーキに染み込む。ケーキの内側はほとんどとろけるまでに柔らかくなり、パリパリの揚げ衣と代をなす。 レストランでは独自のルビー色のベリーソースをかけ、わずかに酸味のある洗練を加える。2002年までにアーカンソー州物産菜が揚げ、トゥインキーを投入し、大衆の絶賛を受けた。このアイデアは、全米の他の州の物産菜や飲食店にも拡大した。2012年1月、小林村がアメリカのテレビ番組で1分間に14個のトゥインキーを食べて、 ギネス世界記録を達成。彼自身、6つ目のギネス記録となる。スノップスアーバンレジェンズハット ABCD オビデイ、シラ、グレートモーメンツインツインキースヒストリー。ザ・ウォールストリート・ジャーナル、http ブログス・ wsj.com、ディールズ、2011、09、02、グレートモーメンツインツインキースヒストリー、2011年1月10日、閲覧、ホステス・ケークス、 アバウトアスオフィシャルウェブサイト、ハットコンチネンタルベーキングカンパニーフルーツクリームツインキースコマーシャルコンチネンタルベーキングカンパニー2011年3月8日閲覧 CNN バナナツインキーリリースハットニップクリストファーシティオブサゲノーミシガンノーサイトオブチャプター11ホステスブランズ LLC 2012年11月17日閲覧エリック ハルバーソン、ブリン・オースティン、ホステス・ブランズ・イズ・クローズド、ホステス・ブランズ・トゥー・ウィンド・タウン・カンパニー・アフター、BCTGM ・ユニオン・ストライク・クリプルズ・オペレーションズ。メディア・ディビジョン、ホステス・ブランズ・ LLC ・オリジナルの2012年11月18日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/201118030617/http://hostesbrands.com/closed.aspx2012 s, org 11 ht s com 年11月16日閲覧ツインキーメーカーホステス2イミティエットリーファイア15 零零零ワーカーズワーズリクイデシャンアプルーベドビジネス .fi nancialpost.com2013 年1月14日閲覧クリスイシドレツインキースデュオンシェルブスバイサマーズ410ドルミリオンビッド OKD、OK、ンマニー、2013年3月13日閲覧マークラプターフーレイツインキースアレカミングバック l a アブザーベド、e 2013年3月12日閲覧 h t p t p w w w d o n a t w i n k i e s a u o r g s l r s r d e s k u p s ラッ s ュインデックスと h t m l ハット h t t p w. a r k e r 2 0 c o m カンパーナデラセマなどにャツインキースウェーウン アメリカーのツインキースリターニングアラウンドジュライ 15CBS ニュース2013年6月24日閲覧ツインキース75ヤーズカウンティングワシントンポストエイプリル 132005PK01 リリーブドオン2007年2月1日小林バックスニューツインキーイーティングレコードオンウェンディー・ウィリアムズショーオフィシャルサイトオブザ・ギネスワールドレコーズ ジャニュアリー2012ありがとうございます。